ニュージーランドはイギリス海軍の巡洋戦艦でインディファティガブル級の一隻。20世紀初頭はイギリス海軍の増強に次ぐ増強を重ねており、イギリス帝国の諸国も支援を求められた。当時のニュージーランドの首相ジョセフ・アードは1906年にニュージーランドも戦艦建造の資金を出すと発表した。 その結果1909年度海軍計画においてオーストラリアと共に建造されたのが巡洋戦艦ニュージーランドである。しかし、ニュージーランドの港湾能力や国防予算では巡洋戦艦を維持できないので収益後は本国に寄贈された。フェアフィールド社で1910年6月20日寄港。1911年7月11日浸水。 1912年11月23日収益。建造費用は178万3190ポンドであった。1913年にニュージーランドは10ヶ月かけてイギリスの自治療をめぐった。その後、グランドフリートの第一巡洋船艦船隊に編入され、ヘルゴラントバイト海戦に参加した。1915年1月15日にニュージーランドは、 第二巡洋戦艦船隊機関となった。その翌週、ニュージーランドはドッカーバンク海戦に参加した。この海戦でデイビッド BT 提督の機関である巡洋戦艦ライオンが損傷したため、ニュージーランドが BET の機関となった。1916年4月22日、ニュージーランドは北海で霧の中巡洋戦艦オーストラリアと衝突した。 ニュージーランドは5月30日に艦隊に復帰し、ユトランド沖海戦に参加した。この海戦でニュージーランドは420発の12インチ砲弾を発射した。また、X 砲と21インチ砲弾が命中したが、当たった角度がよく大きな損害はなく、死傷者も出なかった。1916年9月に再び第2、巡洋船艦船隊に編入された。 同年11月からロスサイスで修理を行い、その後第一巡洋戦艦船隊に編入された。1917年11月17日、第二次ヘルゴラントバイト海戦に参加。1922年にワシントン海軍軍縮条約に基づき退役。翌年解体。ありがとうございます。